third things third, send a prayer to the ones up above. All the hate that you've heard has turned your spirit to a dove. Oh, ooh, your spirit up above. Oh, ooh. はい、今回早速この前紹介動画上げたんですけど、40系のアルベルのフロアマット。あ、フロアマットですか今回。はい、完成したんで。うおー、これがフロアマットなんですか。完成しました。ちょっと今回から毛足の長い、はい、よりこう静音性をこう上げた、はい、めっちゃ毛足長いねこれ。なんかそうですね、うん、ちょっとこんなんもやってみたんで。はい、いいじゃないですか。はい、これちょっと今からこれに取り付けしていきたいと思います。はい、なんか運転席ちっちゃくないですか。そんなもんないですか。オルガンやからちゃん、ここが。あ、なるほど、うん、そういうことですか。いや、なんか確かにボクシーよりちっちゃいですよね。黒に比べたらだいぶちっちゃいそうですね、うん、パンツ S みたいな感じやな。あ、それちょっとわからないですけどでもちょっとここまでなちゃんとやってるんで。はい、まあジールフラーマット間違いないですから。まあそうですね、はいはい、引き続きここのやっぱりヘアラインの、はい、これがね、やっぱりアクセントで効いて、これだけ欲しいですもんね。これだけ欲しい。コペン用ってないんですか。コペン用もあるで。お、まあ、別に引かないですけど。引けよそこ引けよ、はい、注文入れとくわ。いやいや、もう毛足、毛足あとこれの3倍ぐらいにしといてもらうわ。ふっかふか。人工芝じゃないですかそれ、はい、僕の車人工芝引かれますねそれ、うん、そうええやん、はい、サイズとかもう適当でいいんでって言うとか、はい、もうこの辺とか切りっぱなし、はい、もうそうやって汎用にしてくださいよ、はい、まあちょっと早速つけていきたいと思います。はいはい、はい、じゃあまあ作業で言ったら本当にこうつくようにしかつかないんで、はい、簡単。運転席とかだったらもうこの純正のこの位置があるんで、これパチッと位置が合うんで、これでやってもらって。あ、それでいいんですね。そう、ここは一応ずれ防止でマジックテープつけてるんで。あ、ついてるんですね。はい、もうこれで運転席は終了です。へえ、はい、お、楽ですね、うん、はい、そしてまあこの要領で2列目、3列目と進めていきます、はい、じゃあやってください。いやいや、お前カメラ置いて、はい、引けなんでやれ。え、僕も一緒にやるんですか。当たり前やろあ、早くや。はい、あ、わかりました。じゃあちょっとこんなにあるんやからあ、それ大変ですね、うん、はい、じゃあ今から引いていきましょう。はい、できましたおー、はい、お、毛足がやっぱ長いですね、うん、静音性抜群です。いいですね。お前今のそれボディへこんだんじゃん。いや、分厚いんで大丈夫ですよはい、3列目も、はい。あ、これはラゲッジまでついてるタイプですか。もうラゲッジまで標準で。いや、いいですね。はい、あ、なんかここで寝れますね。寝れるで、はい、毛足も長いし、うん、ちょっといい感じですし、はい、ラゲッジも見てみる。はい、一応ラケッチもこんな感じで、ちゃんとここの合わせ面分かるようにちゃんとここ逃がしてるんでね。本当ですね、はい、でここもちゃんと逃げてますもんね。うん、つまめるようにな。どっちつまむか分かんない。あ、つまめた手前。あ、うん、いいですね。はい、いいやろ。はい、結構90系もオンラインショップでご購入いただいてて、はい、オンラインショップはどうしようかな。いつもの CHB、 はいはい、で言っとくんですけど、まあこの毛足の長いタイプ、はい、こっちも少しちょっと追加の料金はかかるんですけど。ああ、まあまあそれはこんだけね、やっぱり材料代が、はい、もう見てください、指が埋もれて見えないでしょ。もう見えないですねでもほんまに長いんですよ、はい、いつものやつの倍ぐらいあるんで。いや、長いです。確かに、はい、いつもね触ってるんで分かります、これは長いですうるさいな、はい、あ、やっぱりフロアマット引いたらあれやな、一気になんか、あ、
ちゃんと乗れる車やなってなってきたの。そうですね、なんかこの感じ見るとやっぱ毛足長い、遠目から見ても分かるんで、なんか中の高級感が、うん、ちょっと光沢感あるな、あのやつ採用してるんで。あ、そういうことですか。ちょっと中やったら分かりにくいんですけどね。まあでも光の加減で分かると思います。ちょっと光沢 ありますね、うん。いや、とりあえずありますねって言っとったら、あの視聴者さんもあ、そうなんやってなるかなと思って。それお前炎上する YouTuber やね、うん、よくないもの宣伝して、はい、いいですっていうやつ。あ、うん、あのうちの商品はもう間違いないもんしかあのやってないんで、だからうちの商品少ないんですよ、うん、そうですね。そう、何でもかんでもやっとったらな、あの増やせれるんねんけど、まあ自分たちがやっぱりこう納得してこれいいやんっていうやつじゃないと、はい、やっぱりこうお客様に自信を持って出せないんでね。まあフィッティングという、まあ、フロアマットはね結構電話でも問い合わせもらうんですよ、はい、ありがたいことに。あ、そうですね。でディーラーさんの方にあの納期に合わせて送ってくださいとか言われたりもするんで、はい、あのぜひ皆さんオンラインショップで、そうですね、はい、あのご購入お願いします。お願いします。でもこれ真っ黒っていうのいいですよね。真っ黒、はい、やっぱもう元々が天井も今回黒じゃないですか。そうや、中が黒基調っていうのが、はい、いいですね。バッチリこう締まるんで、はい、まあ、やっぱりアルファードとかこういうクラスにはもうこの毛足の長い方がいいんじゃないですか皆さん。いや、いいと思いますこれ、はい、こっちの方がやっぱりこう、はい、ふさわしいというか、ね、なんかシートの感じと合ってるっていう、マッチングしてるっていう。そう、それ、はい、それそれそれ、もうそれです、はいはい。まあ、あの乗った時 の、 あの乗り心地もすごい気持ちいいんで。あ、これやっぱこういう車ってそのなんか靴脱いで乗るとか多いじゃないですか。多くないんですかね。あ、ごめん聞いてなかった。聞いてくださいよ。なんて言っとった。いや、こういう車ってなんか靴脱いで乗るとか結構多いじゃないですか、うん、なんここに靴置いて。いや、ここに靴置いたらあのドア閉まらへんからな。あ、ちゃんとこうスライドレール、あのここの隙間にも入るから、あのなんていうの、掃除機もこのまんまでいい。いちいちこうめくらんでも隙間にあんまりゴミ入らないんで。あ、そっか、隙間の感じもちゃんと見とかなあかんですね、うん。あ、結構ちゃんと入ってますね。ギチギチ、はい、こういってるんで、はいはい、掃除も楽。楽ですね、はい。なんということでしょう。こういうあのプロモーション的なやつあるじゃないですか、うん、こんな感じで。わお、いいですね、はい、あの皆さん、はい、フロアマット新型のアルファードベルファイアイオもあの完成したんで、はい、あの皆さんぜひご購入ください、はい。この商品あの下記概要欄のオンラインショップから URL 飛べるようにしておきますんで、はいはい、あの皆さん買ってね。よろしくお願いします。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。今回以上で終わりたいと思います。ありがとうございました。なんか最後ちょっと手取ったじゃないですか。買ってね。